はい、今回ご紹介するのはコルグのモデリングシンセサイザーマイクロコルグです。2002年に発売されたマイクロコルグはコンパクトなサイズに37のミニ鍵盤を搭載し、本格的なアナログサウンドを出せるシンセとして長い間人気を博してきました。ボコーダーやステップアルペジエーター、各種エフェクトも搭載しており、業界では初のガジェット系楽器として注目されました。コルグの開発担当の方によると、マルチエフェクターの AX3000G のサイズをもとに、アナログシンセの MS20、ボコーダーの VS10、シーケンサーの AS910 の各種機能に、2000年発売の MS2000 のサウンドエンジンを導入して生み出されたのが初代マイクロコルグです。MS2000 のモジュレーションシーケンサーは搭載されませんでしたが、代わりにステップアルペジエーターが加わりました。ジャンルごとに音色を切り替えていく方法も今ではおなじみです。カラーバリエーションも豊富なマイクロコルグはその後シリーズ化して、2012年にマイクロコルグ XL、 2013年にマイクロコルグ XL プラス、2016年にマイクロコルグ S、 そして2024年にはマイクロコルグ2が発表されました。同じ年には同社からトライトンスタジオ、ローランドからは SD80 などの製品が発売されていました。使用アーティストはダフトパンクやフレーミングリップス、ケミカルブラザーズなど数多くいます。鍵盤はベロシティ対応の37鍵で、同時発音数は4、ティンバー数は2で重ねることも可能。プリセット音色は128、つまみはミニムーグシンセサイザーに似ていますね。また電池駆動で約4時間の使用が可能です。基本的なエディットは真ん中のエディットセレクトノブで指定した後、右上の5つのエディットコントロールノブで変える設定となっています。それでは実際の音を2022年にプラグイン化したマイクロコルグ4マックウィンと比較して聞いてみましょう。
シンプルな波形も聞いてみましょう。エフェクトはディレイを含めて4つあります。順番に聞いてみましょう。最後にマイクロコルグの特徴の一つ、バーチャルパッチを紹介いたします。この機能はノブやホイールの操作をさまざまなパラメーターの変化に対応させるモジュレーションシンセのパッチングのような機能です。例えばエディットセレクト2ノブをパッチ1に合わせて、操作先のソースをフィルターエンベロープに、モジュレーションされる側のディストにピッチ、かかる深さをプラス63にします。その状態でフィルターエンベロープを動かすとピッチが変わるといった使い方ができます。同じようにパッチ2のソースをモジュレーションホイールに、ディストをアンプにして深さをマイナス63にします。そしてホイールを動かすとこういう音になります。この機能は LFO やカットオフなどさまざまな組み合わせで可能となっているので、面白い使い方ができるかもしれません。いかがだったでしょうか。今回は以上です。他にもいろいろな機材の動画を出す予定なので、チャンネル登録をお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。